この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれ。うお、めちゃくちゃ重いじゃねえか。なんだこの重さ、 G 級だな。おーおーおー、これまたやたら重いし、なんか外でなんかのご案内やってるし、なんのご案内やってんの、なんかの子供会がなんか放送してんだけど、めっちゃ重、何この重さ、完全外人さん確定だね。さあ、いきなり始まりました、カクカクゲーム 2D ですか、これは 2D ゲームですか、これはね。てか Wii U だったかな、 Wii U のさ、ゴジラのゲーム買おうかなと思ってんだけど、すごい悩む。あのゴジラ大乱闘あったじゃん、あれが Wii U 版出てるんだよね。うん、ただ日本では発売されてないんですよ。うん、他のなんかあのチャンネル見て知ったんですけれども、あ、そんなゲームあったんだみたいな、すげえやりたいなと思うんだけど、まぁ、ちょっとね、 Wii U もうねえ、ちょっとどうしようかなーって、ちょっと今後ね考えていかないといけないし、その任天堂スイッチ買うから、ちょっとそこにお金はかけたくないなーということで、まあちょっといろいろありまして、ちょっと悩み中。思った、ちょっとさっさとやろうぜ、もうさっさとやろうぜ。おっと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 、それもう街壊れたらラグくて落ちるんじゃねえか、あぶね、あ、はい、おお、当たんなかった、よかった、かすっただけだった、かすってもなかった。うーわー、これで落ちないんだからすごいわな。あ、それしてさらにこれ。この重さ尋常じゃねえ。あ、これはさすがに落ちたか。おお、まだ繋がってる、この回線まだ生きてるぞ、この回線ちょっとぶっ壊すかね、もうここまで重いと戦えないからね、回線ぶっ壊しましょう、回線をぶっ壊せるか否か。おーおー、スパメカ俺のこと狙ってるっぽいな、地図的にそうだよな、完全に俺の方を狙ってるんだ。おーおーおー、虹色いてー。よく戦おうと思うのね、この状況で外人さんって、毎回思うんだけど。うるせえな、なんかね、実況を始めたらめっちゃ重く始まるし、その外では変ななんか子供会の放送始まるし、なんじゃろこれ、しかもこれどっちも俺狙い、なん2対1、このめっちゃ重いこの状況下で俺2対1されるのぽくない、なんか地図見てみ、なるほどね、そういうパティーンね、そういうパティーンね、重た、これね、敵がね横に一直線じゃなくて縦に一直線すると、敵同士であのね誤射で当たってくれるんで、あのそれ狙いでちょっと縦になりましょう、ちょっと狙っていきます。完全に2対1だね、走ってステップ来るんかい。お、でもあのスパメカちょっと狙ってるの俺の方向ではない、あーダメだ、もうこれ横向いちゃってるし、重い、うわー、空いてきてる、重くて方向変えられない、重くて方向が変えられ、あっ、おーいしょ、当たってねえ、なんで当たってねえ、おーいしょ、おー、誤射が決まったのか、それともどうなんだこれは、いいね、お、それなら俺も早く、よし、放射熱線、この重い中俺がどれだけ戦えるかですね。うー、これ俺食らうな、耐えるのも人の、お、あさあどうなる、そうだよね、ですよね、もう一丁。なんかすごいよね、どうなんだろう、まあいいや、続けましょう、かっこいいけど、かっこいいシーンで止まってるけど、ね、もう一回撃とうか、これコンボ入っちゃうからね。さあどうだ、これで君のゲージはないはずだよね、返せないよね、返せんの。最初ミサイル撃って、あれ速度おかしくないか、そんなことない、届くか、三角強攻撃、多分四角だと負けるから、いや四角でいこう、うわー負けた、
これが続くと良くない。さっさと動け、さっさと動け。どうだ、離れてくれ、ちょっとでも離れてくれ。よし、やっとか。はぁ、やっと離れた。このリーチを保って早く吠えて、吠えて。難しい、違う、横向くな、横向くな、横向く、違う。もう尻尾で叩くしかない。早く動けって。のー、叩いたろ、これ叩けたろ。多分あいつジャンプしただけでしょ。よし、おお、2対1ってわけではなさそうですね。で、吠えて、早く吠えろ、速攻、早くいけるぞ。はい、入れ、おーし、爆発は入ったぞ。おお、近づかれちゃった。これはどうしようか。いや、間に合わない。おお、向こう撃ってるぞ。くそ、なんかすげえ。お、外してくれた。ほい、早く、はい、よいしょ、三角強攻撃。おっと、相手がそれになる。ってことはこっちも回避しなくちゃいけない。よし、なんだこの重たいの。なんかコマンド入力がね、いかにどう、なんだろう、排煙されるか画面。お、これは、あー、ダメだ。あとちょっとタイミングずらしてくれれば俺がいけたかもしれないのに。おお、いいぞ、これはとてもいいぞ。いい援護が来た。むしろもうこのまま逃げちゃう。よし、でこっち回って、おわっ、違う、僕そうじゃない、そういうことがしたかったんじゃない。あれ、なんでそんな遠くになった。俺だったよね今、完全にバグすごいね。俺を貫通して三色気流まで届くか。あれ普通この距離無理だよな。超えられるか、いや下がるか、下がってみよう。間に合うかな、いった。なんか後ろでもなんかやってんだな。シュールな光景。てか早く終わってくんないかな。で、早く早く、違う、そうじゃねえ。まあこの攻撃は受けよう。早く回ってくんねえか。え、そこで撃つんだ。おお、これ痛いぞ。立ち上がれ。お、いいね、いいの飛んでいる。おっと、もう撃つわ。なんでこの粘着は。よいしょー。で、また多分俺食らうだろうから、また放射熱線やります。もう読みゲーというか、なんというか、ね。よし。これでもう一丁当たるはず。回るな、そのまま受けろ。敵のゲージがいくつかわかんない。お、いいね。よしよしよし。さあ、どうだ、こっからが見物。お、いいね。あのスパメかどっちも狙うね。別に2対1じゃなかったね。よかったよかった。危ない危ない。一回距離を取ろう。おっと、危ない危ない危ない。やつ俺の方に撃ってるぞ。でもこれ避けれる。そして三式気流は相変わらず俺の方に来るんだぞ。危ねえ。いや、相変わらず俺の方だね、視点が。いや、待てよ、スパメガの方に視点が行ったぞ。お？お？どうなるこれ。てか、重いから早く倒してほしいな。おお、仕掛けた。お、びっくりした。なんか今急に青くなったから、なんか俺あの PS ボタンでも押しちゃったのかと思ったよ。おお、倒れた。スパメカはミサイルに弱いぞ。ただビームとかね、そういう系統効かないから、言ってしまえばバニゴジは結構不利ではある。あとメカキンとかね。
さあどうなる。おお、重いな本当。一応3本ゲージは溜まりそう。よし溜まった。さあこれで準備は万端。いつ来ても OK。 そして向こうはドンパチするから半分は食らわせてほしいな。三色気流さん、俺にゴリゴリやってきた勢いで、三色気流さん、スーパーミカゴジラ半分くらい減らしてくんないですか。じゃないと俺勝利が多分難しい。うん。さあどうなるか。お、持った。もうここで放射熱線やっちゃおう。もうなんなら回線落ちしてしまえ。いけ回線落ちーゴー。めちゃくちゃ重いよ。やめたいよ。これってやめたい時ってどうすればいいのかな。あ、さっさと負ければいいとか。落ちねー、レールガンが。おお、でも一応食らってはいますね。ちゃんと命中力はあるっぽいですね。さてさて、この重さをどう奪還するかですね。いやー辛い辛い。いやーもうここまで重いと面白くもなんともないからね。いかにどうこれをすぐに終わらせるかを考えなきゃいけない。ワニゴジは火の中で燃え上がってるのかっこいいんだけどね。かっこいいっちゃかっこいいんだけどね。今もうそんな状況下じゃないんだよね。うん。もうとにかくこのラグさ。ね。おう。おう。音も今止まってなかったが。大丈夫か？あ、音は鳴ってるな。おう。おう。ゴジラがカメラ目線で片足上げてたぞ。どんなシーンだそれ。で、もうかっこいいシーン撮ろう。炎の中に入れ。炎の中に入れ。せめてカクカクしながらでもいい。君のかっこいい姿をみんなに見せてくれ。さあ。おお、おお、これですよ、これ。いやー、かっこいい。で、カメラ下からにすると、目の前の火がゴジラを包み込んで、ダブルでいい感じになる。おお、おお、ここで止まる。おお、かっこいい。かっこいい。これ夜だったら実にいいんだけどね。夜じゃないからねこれね。おー、かっこいい。ちょっと方向しますか。うわ、かっけー。てかいいところ止まったね今。むしろいいところ止まった。放射熱線やってみよう。あ、かっこいい。これかっこよくね。片目光ってるみたいになってるし。おおー、サムネかな今の。今のサムネかな。サムネ行きかなまさか。そして、炎の中から現れるバーニングゴジラ。かっこいい。いや、今回いいっすね。いや、まあ、うん。このアングルの写真だけいいね。この重さは全然良くないね。うん。だって向こう振り向くのにこんな時間かかることないからね。よいしょ。もうちゃっちゃと行こう。ちゃっちゃと行こう。もう行こう。もう俺が倒れれば、早い話終わるんだから。あれ、あのスパミカもう攻めてる？あれ攻めてる？あれ、俺が行かずとも。お。さあ、どうなる？お、レールガンで撃たれちゃうんじゃない？あれ。おー、避けた？まさか避けた。このラグサの中避けた。そのレールガン。避けちゃう。お、避けちゃう。ちょ、get the play。噛んだね。ごめんね。I'm sorry. ヒゲ sorry. 小泉 sorry.アベッセオリジョリジョリ。なんだこの実況、この実況なんだ。おお、まあ届かねえよな、あの距離はな。もう早く終わってくれ。もうなんなら俺がもう行っちゃう。ここまで食らわせられたので三色気流に行っちゃいます最後まで。おお、でもスパメカ行ってるね。スパメカ行くね。もしかしたら、いや、でもそんなことないな。そんなことない。リスナーさんってわけでもないな。片方が日本人だったらここまで重くはならない。うん。二人とも外人さんだからここまで重いんだよね。さあ、どうなる？カメラアングル変えたい。カメラアングル、おー、よちよち。よちよち。あ、これ長いな。これ長いな。ラグ変えたな、今回。今回ラグ変えたな。お！あれは、ビームが出るぞ！おー。だが、相手は緊急回避。おー。
お、結構近づいてるってことかな、あの距離。おー、かっこいい。かっこいい。あー、スパメカほんとかっこいい。たまらないね。おー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 、かっこいい。三色竜も負けじとブーストがかっこよく見えてる。おーっと、これはどうなるかな。見どころ。そこまで攻められるとスパメがちょっと弱いですからね。そこで四角ボタン入ったら、おーですよね、入るよね。で、また回ればいいから。さあ、どうなる？そこ耐えるか？それとも回避するか？おー、耐えた。耐える道を選ぶ。ほう。でも、したら、あと次君、ちょっとでも食らったら死んじゃうぞ、三色竜。さあ、どうする？見どころだね。それともゲージなかったのかな？なんかミサイルとかいろいろ撃ってたからね。おっと、これ当たると死んじゃうぞ。どうする？おお、やっぱりそこは使うか。ではなんじゃないと死んじゃうもんな。さあ、これからどうなるかですね。おっと、外してる。これは？これは？三色球、負けたんじゃないか？おお、当たったけど？おお、軽くなって、早く軽くなって。それともこのスパメガが重かったら意味ないけど。あ、でも多少軽くなった。多少軽くなった。やっぱり二人とも外人さんだったのね。重さ変わんね。重さ変わんね。全然変わんね。早く落ちてくんねえかな、この人。この人早く落ちてくんねえかな。三色球の方早く落ちてくんねえかな。つらっ。お、でもまあ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 、多少は軽くなった。ほんと多少だけどね。カクってなる部分が少なくなったね。早く。蹴ったら届くかな。おお、おお、もう一丁来るかな。おお、来ない。ほっ、あったね。おお、そう来る？引き離されるね。ダメだね。これもう無理だね。さっさと死のう。さっさと死のうじゃないか。反射的に押しちゃった。すまない、みんな。長いのー。長いのー。早く倒してくれ。俺が今から行くから、デッドエンドにしてくれ。早く。楽にしてくれや！おぉ、なんか落ちたぞ。させない！抵抗してしまっているという。あ、でもこれ死んだな、俺。ベチ。最後のあがき。最後の最後まであがき。てか、このスーパーメカゴジラが重かったんだね。うん、片方死んでもこんなに重いの初めてだな。おお、やっと軽くなった。何分続いたこれ。はぁ、神経持たないわ。どれにしようかな。久々のジェットジェガー。いやー、でもな、今重い人いたらちょっと困るんだよな。あ、これダメだ、これダメ。あ、デスロイヤーで行こう。ここの人、あれだよね。いないよね。だよね。やっぱここダメだ。いやーね、こうやってね、なんか放置する人ね、よくいるんですけどね。ほんとやめてほしいよ。よーしよしよしよし。あれ？これリスナーさんじゃね？おっと？おっと？やっと会えたか？見たことあるような ID だったな。おー、ぬるぬる動くー。よかったー。お、平和協定やってる。あー、みんなやってるっぽいね。ありがとうございます。やっと出会えた。よかったー。さっきの地獄から抜け出してこのぬるぬる感、素晴らしいね。 PS4 はこんなにも綺麗なんだね。改めて知ったよ。ドーンドーンドーン、ほいほい。はい、ここで U ターン。お、お、大丈夫か大丈夫か。今カクってなったけど。さあ、おいで。ちっちゃ。
モスラちっちゃ。あすあす。ちっこ。アングル的にこうだ。これ俺がちょっと後ろ行った方がいい。いや、あの三色飛竜は前でいい。俺の羽で消えちゃうんだよね。おうおうおお。あ、惜しい。モンスラー惜しい。よし、行くぞ。難しいね。まあいいや。じゃあ終わりでいいよ。まあ途中なんか良さげなものを取れたからね。さてさて、それではやっとちゃんと戦えるぞ、みんな。さて、そう、モンスラー先輩。ちょっと見えねえ。どこまで行くの？どこまで行くの？ヘイ、見てない。かわいいな、あのモスが。ほい、よし、三色キルからもらった。あとはモスラ、モスラ見えてるか？はい。返事がかわいい。返事がかわいいぞ、あいつ。始まってるぞー。いでででで。当たるかな。おお、おおおおおおお、いいね。ちょ、見えない。おお、なんだ、何があった。あ、それ、おお、ほっ、よっ、よいしょ。おおっと、これは痛いぞ。痛い。よいしょ、よいしょ、方向転換。あれ。おお、お、うまい。よし、おお、うまい、やるね。もう耐えるか、今の攻撃。勝て。うお、おっ、危ねえ。それは痛い。おお。ほっ、よかろう。ターゲットを変えよう。おっと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 。モンスラーかわいいよな。モンスラーの幼虫。この怪獣たちからさ、見たら結構ちっちゃいんだけどさ、人間からするとバカでかいからね。バカでかいからね、こいつ。あ、ごめん。シューン。ターゲットミスった。おっと。おお。おお。それは耐えるしかない。痛っ。ほい。当たるかな。おっと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 。ほっ。よっ。当たらない。当たらないぞ。当たらないぞ。おぉ、まさか空中でここまでされるとは思ってないんだろうな。ゴリゴリ食らったね。よしよし。おぉ、なるほど。ほっ、ちょん、痛い。これ後ろからやったら多分食らうんじゃないんだよ、後から。あ、食らわないんだ。前専用なんだ。あ、これいったんじゃない？お、もう一丁。くそ、まだあるか。やるな。お、うまっ、うまいな。その方向転換うまい。ダメだ、これ次で死んじゃう。あーったー。おー、でもみんな瀕死だね。いやー、いいバトルでした。ありがとうございました。いやー、最後にね、リスナーさんと会えてよかったです。最初、皆さんカクカク重くて申し訳ありませんでした。それではね、次回もお楽しみにしていてください。あれ？なんか、俺、この頃ずっと負けてね。